後ろに1位、ガールズドリームレース走られます日野選手です。よろしくお願いします。はい、投票ありがとうございました。ファン投票2位ということでガールズドリームレース走られますけども、結果を受けてどうだったでしょうか。まず2位っていう結果にものすごいびっくりした気持ちでいっぱいでした。やっぱり日野選手はファンの方への対応がものすごくいいかなとは思って見てるんですけども、やっぱりファンの方は意識されてますでしょうか。はい、私たちが賞金をもらえるのはファンの方々の投票のおかげなので、ファンの人とはこう気持ちが一緒になって過ごしていきたいと思っているので、そういう気持ちになれて嬉しいです。平塚競輪場なんですけども、そんなに走られてはないと思いますけども、イメージはどうでしょうか。イメージは、尾崎睦選手に練習でお世話になったことがあって、その時に走った時はものすごいスピードも出たしタイムも良かったんで、すごいいいバンクだなという印象です。最強で四日市の優勝後決勝に乗ってますけど、優勝にまだ届いてないって形ですけども、現状の状態はどうでしょうか。はい、ちょっと刺されてのレースが多いんですけども、自分のレースはできているので、自信を持って仕掛けれるように毎日練習しています。わかりました。では、最後にドリームレースの意気込みとファンの方へのメッセージをよろしくお願いします。はい、皆さんにいただいた2位という順位を背負って、大事な100円も背負って頑張って走りたいと思います。いっぱい名前呼んで応援してください。